とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新の日ですね。30回までとちょっと長めです。嫌だな。もう、2回ともね、前回その前と、20回、21回と、短かったんだよ。ずっとそれでよかったんだけどね、今回はなぜか30回に戻っちゃった。長いよ、30回。よし、まあとりあえず行きましょうかね。頑張りましょう。クリーパーがなんか出てきそうなステージだけども、大丈夫？よし、オッケー。終わりかい。短いな。余裕だな。ちょっと待って、エンチャント何？特にいいエンチャントはないね。怒りだ。でも、シナジーぐらいかな、欲しいのは。いりませんね。そのまま行きましょう。怒りもね、前々回は結構いい感じに使ってたんですけども、まああれはエンチャントが良かったもんね。今回のは、まあまだ序盤だし、いいエンチャントはついてません。せめてね、虚無だけでもついててくれれば、使いようがあったんだけども、虚無すらついてなかったね。ここも、特に、強い敵もいないか。終わりかい。簡単だな。ファイアブランド。珍しいね。ユニークが一発目から来るのはなかなか。いきます。なんか取れって言われてる気もするけどね。まあまあまあ。俺の気に入った武器じゃないので、ちょっと使いません。そんなに難く、クリーパーいる。ここはクリーパーが結構出てくる可能性がある。いるね。はい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 。クリーパー注意。よっしゃ。まだ出るんでしょ？もう終わりかい。早いな。序盤簡単だね、今回。序盤が全く問題ない。スパイダー。でもね、エンチャント良くないな。エンチャントが良くありません。カバンか。序盤からカバンね。最近カバン使ってないから、ちょっとカバン使おうか。たまには、カバンビルドみたいにしていってもいいよね。2回前かな？カバンビルド1回したよね。あれが、また、できれば、いいと思う。ただ、ちょっとね、矢筒がだいぶ、必要にはなるんで、いるね。クリーパーいるぞ。こう結構クリーパーが出るっぽいですね。ちょっと注意が必要だと思う。よし。お、いるいるいる。違う、ゾンビだった。よっしゃ。まだいるんでしょ、クリーパーが。いないか。いた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 。でも終わり？俺の TNT に当たってた。4回クリア。まあ、楽勝だね。クリーパーがちょっといるけど。商人？もう？いや、別欲しいのはないね。もう商人ですか？ちょっと待って、全部初期だよ。全部初期でパワーは上げたくないな。ボス？次。マジか。カバンあげようなら。当たるかどうかわかんないけどさ。カバンしかないでしょう。他はね。カバン行くなら、虚無がついてたな。虚無虚無。これで行きましょう。何体出る？2体かい。マジか。でもまあまあ、よかったんじゃない？こいつ
虚無効かない意味なかった。ちょっと待って、これ厳しいぞ。落とそう。うん、エンダーマンはちょっと無理だけど、ノビはちょっと落とそうちょっと待って、これ装備をさちょっと取ってこないとこれ無理だよ。これきついきつい。ちょっとこれこのペアが来るっていうのちょっと教えといて。よし、あーきついな、減らないな。よし、オッケー、ちょっと落とそう。チャンス、よし、落とせるか。あぶね、よっしゃい、ザコもいたでしょ。いや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 、ここ怖えな、マジか。ね、よっしゃ、終わり。いや、びっくりした。あ、これね、6階でつまずく人いるかもしんない。このペアはなかなか凶悪だよ、なかなか凶悪。あー、どうしよう。まあまあまあ、ポーションバリアでしょうね。あ、1しか入れれんか、間違えたな俺今日もミスった。まあいいか、いけるいける。うん、雑魚戦はまあまあなんとか今までなってるんで、なんとかなるでしょう。ちょっと待って、嫌なステージだな、これ嫌な場所だな本当に。ちょっとクリーパーも結構いるね、マジですごいな。これ意外と今回難易度が結構高めかもしんない。これは面白い感じになりそうだぞ。よし、OK。でももう終わりかな。はいはいはい、もう武器も防具も弓も欲しい。なんか理想的なやつ来て、なんか来ないか。おい、あ、違う、もうカバンはこれがあるから嫌なんだよな。よし、あぶねえ、毒でやられそうだった。あー、ゴーレム欲しい、ゴーレムが欲しい。取っていこう。うん、まあまあ、あのカバンでねなんとかなるし、うん、こういう時はねゴーレムとエンちゃんの初代をあれでなんとかしていきたいところ。おいおい、嫌な敵多いな。ちょっと待って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 、すごいなこれ、すごいね。しゃ、おお、ナイス、いいいい感じに。ちょっと待って、ゴーレムやられてない、マジで嘘でしょ。おーい、これすげえちょっと待って、ゴーレムいけ、すんごいぞ今回は。あっぶね、よし、あっぶねー、きついめちゃめちゃきつい。ちょっと待って、なんか装備ちょうだい、装備ないと無理。あー、いろいろ来た、ダイナモ付きだ、怒りもいいね、弓もいい、あ、サイスもいいな。うーん、雑魚戦が多いからね、まだ敵も多いし、サイスだな。うん、でハープが、乱射のクロスボウが来てくれたら嬉しいかな。乱射もしくはコグ。うわ、ちょっと待って待って待って、すごくね今回、ちょっとすごいよ本当に。
やば。おいおいおい、なかなかやってくれるね。よし、こっちまだいる？いないか。そっちはちょっとゴーレムに任せてと。よし、今クリーパーいた？いや、すごい、すごいぞ。あで今回ちょっと長そうなんで15回ぐらいで前半後半を分けますね。これ、釣り竿を持っていきたい。でも初見で持っていくのはちょっとずるいからやめよう。よし、ちょっとこっちで戦います。まあ弓がないからちょっと微妙なんだけど、でもそれでもいいでしょう。おいって、マジか、クリーパーすんごいぞ。クリーパーとかすんごいよ。やっば、やば。いや、難易度すごいすごいすごい。よっしゃ、ナイス雷。ちょっと待って、もう嫌な敵も多いし、ちょっと今回はすごいよ。よし、クリアです。すごい、今回の難易度はなかなか楽しいよ。プレート変えようか。おー、いや、いい、プレートだね、いい感じだわ。ちょっと弓これ、失敗したから変えたい。めちゃくちゃ変えたい。で、ビーストバーストもちょっと使っていきたいね。よし、任せたゴーレム。おいおいおい、これ普通に中に入ったらやられるぞ。いや、これゴーレムか、蜂は絶対必要だったね。マジで。マジで。やばいぞ。よし、オッケー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 。よし、待て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 、すんげえ、すんごい。よし、まだまだか。よっしゃー、マジか。ちょっとゴーレムゴーレムゴーレム、いけ、任せたよゴーレム。ほい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 、よし、いけた。ここクリーパー多いね。11回クリーパー多い。これ召喚がないと厳しい。いらないかな。でもね、弓をね、早急に変えたい。ハープーンでもいいけども、なあ、ダメだ。エンチャントが良くない。ちょっと待って、ここもちょっと注意しとかなきゃいけないっぽくない？絶対クリーパー多いぞ、これ。オッケー。いいね。いいぞ。クリーパーが出てこなければ、全然大丈夫。ドン。あれ、なんかこれは攻略しっかり考えないと。すぎるな。これ取るアイテムとかをしっかり決めていかない。あ、ぶね、いかないとやられそうです。いや、もうほんと最初のボスでね、かなりピンチになったんで、これは今回つまずく人多そう。嘘でしょ。普通に覆われた怒りが置いてある。でもね、エンチャントが良くないのよ。良くない。いらんかな？いりません。おー、久しぶりここ来たな。ちょっと待って。ゴーレムの HP 更新するの忘れた。ここはレイスが多そうな気がするぞ。タワーレイス出るか？どう？よし、
じゃあ普通のレースか。はい。あ、これ本当にね、カバンは大当たりだったかもしんない。うん、まあまあ、あれ、運が絡むんだけどね。運が絡むんだけども、これは、かなり役に立ってる。よし、OK。13回クリアです。ちょっと待って、ゴーレム、OK。一度やらかしたいね。うん、やられてた方がいい。キノコが来た。で、これは、なるほど。カバンビルドいけるぞ。カバンビルドいけるね。行こうか。うん、ちょっとカバンビルドで行きます。あ、まあまあ、ここの階はまだ使わないかな。2ぐらいでいいね。うん、でこっちを追い打ち入れとこうかと。共鳴も、うん、まあこれで火力は結構出るようになったんじゃない。 OK。 ここもクリーパー注意ね。絶対出るよ。よし、 OK。 いい感じ。ちょっとゴーレム、よし。ちょっと待て、えらいこっちゃだぞ。よし。いやー、本当にね、本当にすごい。面白い、今回のタワー。よし。もう終わりか。ここはネクロマンサーが若干きつかったぐらいで、特に問題はないね。うんうん。クリーパーもクリティカルが出れば、うまく倒せそう。14回クリアー。やりか。欲しいなー。やり取ろうか。いや、うん、いや、そのまま行こう。うん。で、これ、15回ですね。ここが、前半終了とさせてもらいます。今回は、やっぱ30分がかかるね。おいって、すんごいぞ。クリーパーの数も。はいはいはい。よし、OK。でも矢はね、結構出てきてくれてる。これは嬉しい。うん、矢が多いってのは嬉しいよ。よっしゃ。ちょっと近接火力が低くなってきてる。さっき槍取ってないのがね、悔しいところだけども、大丈夫。おそらくまだ必要じゃないはず。危ないよ、危ないよ。ナイスナイス、素晴らしい、素晴らしいよ。終わりでしょう。 OK。 15回クリアです。報酬なんだ。うん、いや、怒りが今回やたら多いのよ。やたら多いんだけども、エンチャントが結構微妙。うん、なんでここパワーシェイカーを取っていきます。はい、ということで、とりあえず初見攻略1回から15回まで行きました。序盤のボスが結構きついし、途中のステージもなかなか厳しいです。装備選びをミスると、積むこともあるかもしれませんね。はい。ということで、また次は16回から30回までやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。